はい、レオンチャンネルです。本日公開した劇場版仮面ライダージオオーバークォーター、早速朝一に見てきました。というかまず裏側、こっちも同時上映で、キシル戦隊リュウソウジャータイムスリップ恐竜パニック、こちらから喋っていいかな。まずこれね、めちゃくちゃ面白かったんだけど、むしろまあこっちもタイムスリップをジオと同様にメインテーマにしてるんだけど、めっちゃタイムスリップ演出がね派手っていうかすごいのよ。もうあっちこっちあっちこ、リュウソウジャーまず30分やって、その後1時間ジオなんだけど、リュウソウジャーの面白さ突き抜けてたな。映像も派手だったし、脚本もねテレビ本編と同じ方とは思えないぐらい、なんかいつも以上に熱い展開で、コウがねかっこよかった。睨むシーンがあるんだけども、そことかも良かったし、また今回も夏限定のロボ登場してましたし、あとね外装具、一応この鎧の秘密が明かされたりとか、ロボバトルというよりは戦隊アクションの方に重きが置かれてて、とにかくね映像が綺麗だったな。なんかすごいとこで撮影しててね、恐竜の CG とかも全然チャチくなくって、これもう一回見たい感じがある。でジオね、で、オーマフォーム、まずね、めっちゃかっこよかった。グランドジオより僕、オーマフォームの方が好きかも。オーマジオのライドウォッチも登場して、最短で王への道が開けるウォッチですよね。で、ゲイツもね、疾風と号列、リバイブがやたら目立ってたし、まあ、ウォーズも良かったんだけど、予告からわかる通り、信長の話だったりとか、クォーツァーの話だったりとか、平成ライダーの総括だったりとか、あと新ライダー系だったりとか、かなりいろんな要素盛りだくさんに入ってて、サプライズ演出もいろいろあって、内容は正直言えないんだけど、もうね、見に行ってほしいから。まあ、よくこれだけのいろんなテーマを、もうバラバラのテーマをまとめながらも、最終平成ライダーとはみたいな、平成ライダーへのアンサーみたいなのに集結してたのが、いやすごいなと。それプラスオーマフォームかっこよかったなと。あとゴーね、もう牛島ゴーかっこよかったし、やっぱてかマッハはさ、スーツ造形もいいっすよね。でもさ、TTFC 限定の仮面ライダーブレンのラストシーンとがっつり絡んでくるのかなと思ったら、繋がってるような繋がってないような、ちょっとよくわかんない感じだったな。まあ、でも単体の映画で見るとそこまでシリアスじゃなくて、あくまでジオっぽくて、割とコミカル路線で作ってありつつ、多分時間軸としては最終回後なのかな。ただ本編に絡んでくる相当重大な秘密が今回の映画で明かされるので、それが要はテレビ本編で明かされないってなると、テレビ本編のジオを見ただけではジオの大枠がわかんないだろうなっていう、そんな気がしましたね。なのでテレビ本編最終回までプラスこっちのオーバークォーターの内容も含めて、初めてこの辺のね関係性がよくわかるって感じかな。いや、まだまだそんな秘密あったんだっていうぐらい、結構衝撃の展開だったりとか、まああとは、あ、そのライダー出てくるんだみたいなやつだったりとか、あと敵ライダー3人がね、やっぱデザインモリモリでかっこよかったな。ただやっぱり需要的な過去と未来の話でちょっと分かりづらいところもあって、僕もね正直ここどうなんだろうみたいな、理解できてないところがあるんだけど、ちょっとね考察とかを見つつもう一回見に行ってしっかり理解したいと思います。まあ普通に面白かったですね。なのでこの夏ぜひご覧になってください。平成ライダーとはみたいな答えがここにありますから。じゃあ入場者特典も開きましょう。ダブルヒーローチェンジングカードセットで、絵柄は全部で6種類、そのうち2枚をセットでプレゼントと書いてあって、オーマフォーム入ってるからこれが欲しいんだけど、2枚1セット全3種類中どれかがもらえると。じゃあ開けましょう。おー、あー、お、いいじゃん。おー、こういうことね。家臣たちがジオの家臣たちが、ゲイツとウォーズがチェンジングカードってこういうことか。で、こっちはアスナーとメルトがこんな感じで映ってると。ウォーズもね、良かったっす。まあ、ゲイツも良かった。あ、こう縦にするのか。こういうことか。おー、面白い。どっちも良かった。で、相互もね、良かった。てかみんな良かった。あ、メイン3人それぞれすごい見せ場があって、いやー、この3人良かったなーって感じだった。ってことで僕は3種類中これが出ましたね。ホームページに載ってないやつだね。そして物販コーナーで350円のキャラバッジコレクションと650円のラバスト買いました。やっぱラバストさ、ガシャポンで300円とかそう思うと安いっすよね。これは650円で全8種類、何が出るかな。ドドン、
をジオだ最善最高の魔王になってみせる。こんな感じでこのようなストラップが入ってて、いやガシャポンの300円のやつとそんな変わんないですよ。ちょっと大きいかなっていうぐらいかな。はい、このような見た目になっております。こうやってね層になってますしね。これもあれだったかな、キャラクターとライダーとそれぞれある感じだったっすね。で2個しか買っておりません。おゲイツ、俺たちは俺たちのすべきことをする。ゲイツの変身ポーズですね。なんかゲイツもアクションいつも以上に気合が入ってたというかキレキレだった。でも平成ライダーは本当区切りがついたから、あのディケイドはね結構10周年最後最終回終わんなくって、テレビ本編で続きは映画でっていう、続きがちょっとグダグダになっててあやふやになってたとこ、いろいろあやふやになってたとこがあったけど、今回はねきちっとね完結した感ある。もう令和ライダー1弾01に続いてくんだなと。はい、缶バッジ1個目はウォーズ、2個目はいいじゃん相互ね、相互も最後までしっかり魔王だったな。ゲイツ、あれこれさっきと同じだ、ラバーストと同じ絵柄だ。じゃあ4つ目、はいゲイツってことで、このような4つの缶バッジが出ました。こういうものが映画の物販コーナーでブラインド商品ですが売ってますね。でもラバースト650円だったらこっちの缶バッジ350円の方が個人的にはおすすめかな。じゃあ次の動画では映画関連のねこの辺のライドウォッチが同時に発売開始、あ予約開始かしておりますので、そちらをポチっていきましょう。以上レオンチャンネルの劇場版仮面ライダージオオーバークォーターの感想動画でした。